はい、それでは英国になりましたので、NHK から国民を守る党定例会の方をさせてもらおうと思います。本日はですね、私一人、政調会長浜田聡一人での会見となります。本日はですね、私の方からは2点、上杉隆幹事長が下地幹郎議員とですね、お話をされたということです。もう一つはインターネット直接民主制に関する進行度合いの方を報告させてもらおうと思います。まず1点目のですね、上杉隆幹事長がですね、本日かな、沖縄の方で、昨日か本日か、沖縄の方で下地幹郎、現在衆議院議員、無所属で活動されている方だと思うんですけれど、接触を図ったと。で、NHK から国民を守る党党首の立花孝志の意向をですね、意向入党要請ということをですね、お伝えして、お話をされたということです。結論はまだだとは思うんですけど、そういう接触があったということを報告させてもらいます。10分ほど前にですね、上杉隆幹事長の方から電話がありまして、このこと、一応記者会見の方を報告してもいいということでしたので、報告の方をさせてもらいます。というわけで1点目。じゃあ次ですね、2点目ですね。NHK から国民を守る党はですね、NHK 問題以外の政策についてもですね、一応国政政党ということで関わっていく必要があります。で、その際にいろいろな関わり方というのはあるんですが、とにかく本会議で 採決をする際にですね、NHK 問題以外の法案、NHK と直接関わりのあるとは言い難い法案に関しても賛否の意思を示していく必要があると。で、その際にインターネットを通じての直接民主制という制度をですね、確立して、そこで、党のですね、活動に賛同いただいている方々の意見を集めた上で、その意見をですね、投票という形で表明していければなという形、ことを意図してですね、インターネットを通じた直接民主制という制度を作っております。で、年末の方、失礼、2019年の年末で一旦業者さんの方から完成、なんていうか、サイトに関しては完成形をいただいておりまして、で、立花党首の方もサイト構築料のお金は支払ったということです。で、今後ですね、サイトの方をオープンしていくんですが、オープンをするとともにですね、投票者の募集も始める予定です。で、今のところ考えている予定なんですが、投票者の募集に関しては、そうですね、いろいろと目的が、失礼、なんつうのかな、YouTube の、いた、失礼、YouTube のなんていうかね、アンケート投票も、それなりの目的は果たせるとは思うんですけれど、あれにはですね、1人が複数アカウントを作って投票できるということも、ありまして、そこに関しては、なんつうのかな、1人がそういう努力をすることで票を増やすというのも、いろいろと問題があると思うので、我が党としては一応1人1票原則としてですね、身分証の写真を送ってもらった上で、投票者の登録をしようと思っておりまして、その際に
使う身分証としてマイナンバーカードを考えております。マイナンバー通知カードではなくマイナンバーカードを、まあ、写真付きの身分証として、まあ、その際に登録してもらう予定であります。ということで15日が確か定例会だったかな、今日が1月10日金曜日で15日水曜日定例会ですかね。まあそれまでにちょっと少しずつ準備の方を進めていこうと思います。党内の方では、まあこれに関して一応情報共有のツールを使っておりまして、現職議員を中心に一応情報は共有していて、まあ意見の方もいただいているつもりです。はい、というわけで私の方からは2点ですね。上杉隆幹事長が下地幹雄衆議院議員に入党要請の意向を伝えたということと、インターネット NHK から国民を守るとインターネット直接民主制の進行状況をお伝えさせていただきました。以上です。はい、では何かご質問ございましたか。よろしくお願いします。あ、では内容あ、はい。すみません、エンタメ映像チャンネルという YouTube やってます。はい。NHK とは全く関係ないんですけど、今ニュースで話題になっているカルロス・ゴーンさんが国内投票したというんですけど、そのことについてどう思われますか。そうですね、まあ、いろいろな見方があって、私はですね、まあ、自分の意見というよりはゴーンさん、あ、そうですね、ゴーンさんに対してはなんていうか日本国内でも、まあ、擁護する意見と、あとは攻撃をする意見が両者あってですね、両者の意見を両方見ながら興味深く見させていただいております。その中で、まあ、自分としての、まあ、意見というか興味の方向はですね、やはり日本の司法制度には少し、問題が大いにあるんじゃないかなということは感じております。推定無罪の原則が適用されずにですね、推定有罪で捜査が進んでいるようなところに関しては問題かなと感じております。こちらに関しては、まあ、自身もそこまで知識があるわけじゃないんですけど、まあ、今回の報道をきっかけにそういう問題、まあ、問題としてあるのかどうかっていうのは各個人が判断するところかもしれないですけど、私個人としても今回明るみになったことをきっかけにして、まあ、少し、ですね、勉強していけたらなと思っております。はい、じゃあ他に何かご質問ございますでしょうか。なければこれで、はい、はい、会見を終わりにしてください。はい、じゃあどうですか。はい、あ、どうもありがとうございました。また今年もよろしくお願いいたします。はい、というわけで、令和2年初の NHK から国民を守る党幹部会見の方を終了しました。ご視聴ありがとうございました。